関西のね、ジュニアの子でね、西村拓哉って子がいるの。もう、つか見せるの顔、もうマジでわしが好きな顔なの。もうザ・リス顔みたいな。そしたらさっき見たらさ、西村拓哉くんもう担当から青なの。なんなのね、これね。どうも、ただの拓哉こと、あくにゃんです。どうも、ただのじいやこと、みねなんです。僕はですね、青色担当が好きなんですよ。なんか青の感じでしょ？わかんないけど。今日その青色について語っていきつつ、最終的に頭を青色に染めていこうというトンチキ動画でーす。はーい、トンチキでーす。それでは、Everybody go! にゃんちまとめてくれてるサイトがあって、誰が青色担当かみたいなのを、それ見てびっくりしたんだけど、青色って意外と少ないの。なんか多そうなイメージがあるけど、赤と青は多そうなイメージがある。青色担当のいるグループは、全25グループ中17グループ。すごいのが、青色よりも紫担当と黄色と緑の方が多いの。え、なんでちょっと意外なんだけど。紫意外だね。紫なんか神々しい色なんだよね。エリザベス女王しか着れないし、単位12回でもそうそうだから、ね、そうそうそう、それ紫の話してるから。青でした。理由として青色担当は抜けてる人が多いんですよ。例えばもともと稲垣吾郎くんとか錦戸亮くんとか目黒蓮くんの宇宙シックスとか、もともと青色いたんだけど抜けちゃったパターンが多くて、 あとキスマイの場合は青色じゃなくて水色だったりする。ちょっとそこのあ青系、そうブレがあるんですよ若干。で、あのキンプリの神宮寺くんも青色でなくてターコイズブルーみたいなことを言ってるので、なんか意外と今青色が少ないということに。僕はまあとにかく折山奈緒が好きなんですよ一番。折山奈緒を見に行くときはいつもこう青色のペンラとかするんですけど、やっぱ青色って綺麗だなと思うんですよね。空も海も青だもん。確かに、うん、そうです。今でも忘れられないのが、なんか昔応援してくれてた人が、阿久津くんは青色が似合うから好きですって言われたことがあるの。え、どういうこと？その人は歴代青色担当しか押したことがないんだって。平成ジャンプの伊能圭っていう子を押してて、そう、伊能くん押してたりとかして、青色が似合う顔の人が好きっていう人なんだよ。てかさ、なんか青色が似合わない人を存じ上げないんだけど。え、でもやっぱイエベとかブルベとかあるから今、その顔とか瞳の色とかで似合う色似合わない色っていうのが人っていうのは決まってるらしいので。そういうの調べたことある？青色が似合う。うん、ブルーベースサマーっていう。え、すごい、なんか。え、ジーアも知らないよ、今。え、できんの？できんの？そう、やだ、どうしよう。なんか、茶色とか焦げ茶色とか出てきたらどうしよう。春夏秋冬のどれか。マジで？あ、やっぱアプリで調べられるの？そう。はい、チーズ。ね、ピースとかしなくて。え、これわかんの？え、これわかんない。初めてなんだけど。診断中。あ、一緒！え？ブルーベースサマー。え、一緒ってこと？で、この色が似合うってこと？この色、この色。こういう色が似合いますよってこと。シャミしてて、シャミしてて。こういう色が似合いますよってこと。ブルー、対抗水サマー？え？ブルーベースサマー。ブルーベースサマー。え？一緒です、アクニャンと。そんなことはクソほどどうでもいいんですけど。クソほどどうでもよくないです。クソほどどうでもいいんですけど。どうでもよくないです。折れない。折れない。絶対折れない。にゃんちぃ。災害があった時にバズったのが、あのオタクの人って懐中電灯じゃなくてペンライトでこう光を使うみたいな、停電した時に、でその時に最も電池の消費量が低いのが青なんだって。へー、あ、なんか分かるなって。赤はなんかすごい電池食っちゃいそうな。そう、だから白とか赤とかにせずに停電した時は青色のペンライトつけましょうっていうのがあるので。で、でもこれ逆に言うと光の量が弱いので、僕がステージに立った側からすると青色ってもう見えないの、ペンライトが。光が強すぎて消えちゃうの、青が。強すぎて消えちゃうの？ステージ上の光があまりにも強すぎて青って白に見えるの。あー、なんか分かるような気がする。で、紫もこれほぼ白に見えるんで、やっぱ黄色とか白とかはすっごい目に入ってくるんだけど、ピンク、赤、オレンジは全部一緒に見える。なんか黄色とか白の方がなんか消えちゃう感じがするけど、なんか4列目ぐらいとかまで分かるんだけど、それ以降の方行くともう結構きつい。だそうです。認知。今日のメインは染めていくことなので、はい、で染めながら、まあ、各グループの青色担当について語っていきたいと思います。はーい。私この意外と前髪上げるの好評だったんだよね、前回。ほら、もともとさ、お顔よろしいからさ、お顔終わって、お顔もお顔もだよね。そういうとこつっついてくんじゃねえや。昔の人ってそこでダメなやつ、こうやってダメだよ。あれだよ、カラッカラだよ、ダメだよ、カラッカラだよ、ダメじゃん。今回使うのはですね、マニックパニックカラークリームのショッキングブルーです。この前ね、放送作家さんっていう職業の方にね、お二人の動画はパッと見違和感があっていいですねって言われた。そうそうそう。テレビとかそういうのはもうパッと見た瞬間に違和感が大事なんだって。そうなんだって。そう、だからもう違和感でしかないから。わしがそもそもさ、男性アイドルを応援するっていうのもさ、一種の違和感のわけじゃん。でさ、なんかこのわけわかんない違和感な人がいるわけじゃん。だからもうねえ、わけわかんないのは余計なんじゃない。だからもう違和感しかないのよ、この動画。そう、このチャンネル違和感チャンネルなのよ。紫っぽい青。もういいさ、なんか引いた方がよくねした。え、なんでもうこの今ね、やだ、せってパニックになるって嫌なんだけど、マジで。ねね、これなんていう名前、この染めるやつ。ショッキングブルー。違うよ、マニックパニック。うざうざ、そういうのいらないんだよな。にゃんちぃ。え、人形的にさ、折山くんってどうなの？全く好きじゃないでしょ。普通に可愛いとは思うけど、
だってさ、ジーユってさ、別にリス顔とか丸顔好きじゃないじゃん、うん、どっちかっていうと、犬猿、キジじゃないよ、それ桃太郎だ。犬猿顔とか、うん、リスと言ったんだけど、あ、蛇顔とかあるよ、蛇顔とか、あ、犬顔だね。でもオタクって大体自分の推しのこと犬顔だと思ってるから、え、犬だよみたいな、え、お前の推し犬じゃなくて豚だよみたいな感じで、大体みんなね、自分の推し可愛いから犬に見えてるから。え、でもわしもなんかリス顔が好きってすごい公言してるから、いっぱい送られてくるの、 DM とか、この子どうですか、この子どうですかって。でもね、わしの中でね、明確に違いがあって、ハムスター顔なんで大体送ってきて、痛い、ほんとに。で、やんなくていいもん。やる、やめてます。国分くんも青色なんだって。でも青っぽくない？わしの中の青色ってやっぱちょっとクールなイメージがあって、うん、秀才なイメージがあんの、うん、ジーヤって平成ジャンプだと伊能圭君とか中島優斗君あたりが好きじゃん。そうそう、二人とも青系なの色が。で、神宮寺君も好きじゃん。神宮寺君も青系なの、うん、青っぽい顔ってなんかあるんだよ、自分の中で、うん、こういう顔青みたいな。にゃんちで、ビュー組とかってもう色が変わんないわけ、担当カラーが。で、ジュニアってコロ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 色が変わんの。そうなの？そう、一生変わらないもんじゃないの。この前もの発表されてた、何色から何色になりますみたいな。だからそうするとファンの人は全部内輪とか作り直さなきゃいけない。大変だね、今まで集めたの全部パーじゃん。え、そうそうね、見てこれ、スリラーなんだけど。マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソン。はい、足です。目汚い、こっちですから、嫌だ、こっちですから。足です。嫌だ、こっちですから、こっちですから、汚いから。合ってる？待って、凍えそうな顔を目見つめ泣いていました。あーあえがないで。にゃんち、青色担当っぽい人言っていい？うんうん、中島健人。あーな、青だね。セクシーなイメージがある、青って。え、セクシーかな。青はセクシーだよ。え、私スマートって感じ。いや、青はセクシー。カタカナで言うならスマートって感じ。例えばさ、って感じ。ジャニーズの方が全身タイツで、うん、全身タイツで赤とか青とか黄色とか全部あったとしたら、うん、青が絶対ね、エロエロなの。わかる、全身タイツだったら絶対青。そんなにも強く言う意味も分かる。共感してる人はいいのお願いします。多分ミナニャンが言うセクシーってビューティー用のセクシーなの。もっとなんかエロス的な方に行くと、それはもう紫担当なのよ、やることが。だからもう歴代紫だけが好きな紫女みたいな人がいるのよ、必ず。え、なんかこのディティール伝わんないんだ、オタクじゃない人には。青はビューティーとかスマートな感じなの。ガチのセクシーの方って紫担当が担ってるんで、だからちょっとヘビ顔も多かったりするの。でもなんかわかるような気がする。いや、分かってなかったじゃん。勝手にさせてさ、なんか着地させようとしないで分かってなかったくせに。着地が大事なんで。にゃんち。あとね、関西のね、ジュニアの子でね、西村拓也って子がいるの。もう、しかも見せるの顔、もうマジでわしが好きな顔なの。もうザ・リス顔みたいな。そしたらさっき見たらさ、西村拓也くんもう担当から青なの。なんだろうね、これね。こんなん絶対好きじゃない、わし。うん、これ絶対好きな顔じゃんとか思って、この鼻がちょっとぷっくりしてる感じとか、この目の二重幅が太すぎない感じとか、丸顔の感じだけどちょっと顎がちゃんと嫉妬してるみたいな。しかも髪型もちゃんとなんかさ、パッツン気味とか、わし折山くんもさ、パッツン気味の髪型が好きだからさ、僕はこのシルエット丸い感じ、髪型とかも含めめっちゃ好きな顔じゃん、これ。わしが押すしかないで。押すし、押すし。にゃんち。じゃあ今から流してきまーす。ごめん、全然撮ってない。今全然撮ってない。すんやすんやすん。てれっ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 てれ。じゃあ今ジャニーズの歌歌おう。いいよ、知ってるのにして。君だけにでいい。君だけにただ君だけにあがめくりた。大丈夫、気づけへん。じゃらら抱きしめるたらに生まれて聞いたよ。誰それ？このあーすごいね。見てこれ。ほら。え、しかも紫じゃね？でもどう紫なんだよ。これ風呂場の床大丈夫そう？ジーヤが掃除します。ジーヤが後で大体いつも掃除してます。後でジーヤが掃除します。ヤンスケは全然掃除とかしません。あ、めっちゃ青色。これ掃除大変なんだよマジで。やばい。やばい。やばい。本当にやばいんだよ。顔がやばい。アバターみたいになってる。アバター青色バージョンみたいな。アバター青だわ。アバター青だったみたいな。それ緑だと思ってた。それシュレックの。あ、シュレック。イエーイ。ねえ、ジーヤ、早く遊べんよ。え、お前らなんだ。早く遊べんよ。お掃除終わります。見て見て、ちょっと見て。なんてことでしょう。ほら、匠の技。テレテンテンテン。え、どういうことだっけ。あ、冬の空となっちゃった。ふぬくなったら歌ってはねえよ。そんな感じ。にゃんち。はい、それではアクニャンかわか、あ、アクニャンが髪の毛を乾かしました。どうぞー。てぃーれー。
めっちゃ青。いい感じ。いい感じ。この光の髪を見ると、めっちゃ可愛くない？超いい色。めっちゃ可愛くない？え、めっちゃ可愛くね、これ。めっちゃいい。塩梅。え、めっちゃ可愛くね？塩梅がいいと思う。塩梅。黒髪にするともうこけしってかなんか、わかる、座敷わらしみたいな感じなんだけど、青だとさ、透けてる感じでおしゃれだよね。そう、なんか全部青じゃないんだよ。青メッシュが入ってる感じ。それはさ、色ムラじゃない？色ムラというのは、2人でやったのに。こっち向いてる。え、めっちゃ可愛い。よぎんこよぎんこ。これやってこれやってこれやって。カブトムシの世界。しか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 。青いのしかカブトムシ。はい、違和感チャンネルでした。